こんにちは、牛牛です。今から一人乗り電気自動車の、エンジンをかけてみたいと思います。まず鍵をオンにしまして、で左にあるスターターボタンを押します。普通の車だとこうキュルキュルとエンジンが回ってエンジンかかったなっていうのが分かると思うんですけれども、この電気自動車は非常に静かです。ではボタンを押してみます。はい、これでエンジンがかかりました。全く音がしないので最初はエンジンかかってないのかなと思ったんですけども、これでもうサイドブレーキを下ろして、エンジンをドライブにしてアクセルを吹かすと動き出します。運転しているところも非常にお伝えしたいんですけれども、それはちょっとさすがに危ないのでやめておきます。以上、牛久でした。